どうも、ひろきめんです。今日はなんでまた一人で出てきたかっていうと、また告知かみたいな感じだと思うんですけど、今回はね、あれですよ、前回井の頭編の告知で言ったレンズ買うぞと、だから買っちゃいました。でーん、これは何ですか。見よこれを、ちょっとしたナス棒が入ったから買っちゃったよ。これシグマ、シグマ、シグマと、シグマさん見てますかと、なんとアマゾンで買っちゃいましたよ。でも結構安いですよ今回は。お、メモリーカード、メモリーカードもね、これすごいの買っちゃった。2個だから、まあこれを開封の儀っていうことで開封しちゃおうかなと思います。いきますよ。見てください、この破り方。どういうのを買ったかっていうのはちょっと順に説明しようかな。これ、これなんだろう、 F1.4。 そういうことじゃなくて、あれですよ、単焦点とか。これね、見てみよう。望遠とかそういうことです。これね、単焦点だね。単焦点 F1.4 って結構明るいレンズなんじゃない？これ。そうですね。これ来たよ、メイドインジャパン、川崎工場で作ってるのかなこれ。じゃあ次、これ10-20mmF3.5。 これはね、広角じゃないかな、広角も必要なんじゃないのっていうことで買っちゃった。どうですかこれ。ほら、次これ、卵のパックみたいに入ってるけど、これズームだね。ズーム、あ、ズームレンズじゃない、望遠なのこれ。18-300、ズー8からね、300ですよ。ズーラシア、ズーラシアですよこれ。ズーラシア行こう。これだ、この3本買っちゃった。いいじゃないですかこれ。やったー。しかもね、取り放題じゃないですか。こんなんね、東芝じゃないよ俺は。お、なんかあれ、どうですかこれ。ロープロ、よくわかんないですけど、なんかカメラに詳しい人に聞いたらロープロはいいよみたいな。これなんかてっきり僕アウトドアのメーカーなのかと思ってましたけど、ここ開けると、あ、じゃあじゃあ焦る焦る、でーん、あれ、これレンズ入れる、レンズ入れられるよこれ。こんな感じ、入んねえな、全部入れるの、煩雑になってきたな。これなんか押し込んじゃっていいのこれ、よくわかんないけど。え、これ肝心の普通のカメラどこに入れるの。変えられますよね。変えられるんだ。やべ、わかんねえ。こんな感じ。あと本体、こんな感じ違う、こっちか、ここか。あ、でもそしたらここにクッションがねえのか。それだって閉まるから、ほら、あ、これでね、でも開けた途端バターンって出てくるんじゃないのこれ。なんかそれはこの縦にしといてこぼれないようにしとかほんと。ちょっと とりあえず1個つけてみよっか。汚い空気でフーとかやってダメって言ってたでしょ、ゆいかめ先生。これ買った、なんて言うんですか、ブロワーっていうの、ブロワ ブロワーとかね、レンズクリーナーとか入ってる。レンズの手入れもバッチリだから。ただ、買ってもですね、使いこなさなきゃダメですよ。おれっちもちょっとレンズに詳しくなるぞと。じゃあちょっとね、1個つけてみようかな、このこれね、付け方ありますか、端子用点を。付け方ありますよ、これ川崎でレンズ交換した時の試す時です。知ってるよ俺ね、ちゃんとねやってる、知ってるよ、知ってるよ。見て、こうやって、こうやって、あれ、やべ、あ、ここか、こうやってほら下に向けてこうやって、こうやって置いていい、あれ、じゃあやべやべやべ、ちょっと待って、蓋閉める、やべ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 、硬い、どうすんのこれ。あ、こっちか、はい、で、こうやって、それ置いていいんでしたっけ。え、わかんない。あ、でもそれ付け方、それで多分合ってます。あれ、赤いのがない、カチャッと、わかんないこれ。え、いいのこれで。え、こうかこうかこうか、カチャッと、あれ、お、来た来た、これどうですかねえ、オラッチの D5300 もちょっとかっこよくなっちゃったよ、シグマで。おーい、ウェイ。でもね、ちょっとごめん、電池が入ってなかったじゃあちょっと電池今で充電してて、だからちょっとこれちょっと、まあいいや、とりあえずこれでちょっと、あ、なんか取りに行ってみましょう。そうですね、ちょっと取りに行こう。はい、はい。